はい、よーい、はい。どうしよう、どうしよう、バイバイ。はい、オッケー、はい、5秒92、5秒92な。ほんで、ターン回ってから、あの着地はまでは別にええねんけど、その時間が長いねんか。ついてる時間が長い。ほんで、それええことやねんけど、もうちょい短い方が、ええと思うわ。ためすぎやで。ためすぎてるために、まっすぐ蹴る威力がないみたいな感じやから、うん、ついたら、ポンってこう、まっすぐ蹴ってあげるっていう感じ。あと1回だけな、あと1回でいくから。だからついてからためすぎてる感があるから、こうバンガーパンっていう感じ、ね、になってるからな。いける？しんどない？大丈夫？はい、こう、よーい、はい。はい、オッケー、5秒99。これ5秒7ぐらいまで上げなあかんな。よし、それを今からやっていくから。ほんで、ターン蹴った後に、バタ足の時間ちょっと短めにしてみて。もうちょい短い。うん。バタ足が全く効いてへんねんか。うん。だから、バーン、バタバタぐらいで、バタバタバタぐらいで浮き上がってくる。今、バーン、バタ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 ぐらいで浮いてきてるから、それを、ちょっと短く、バーン、バタバタバタぐらいで上がって、もうスイムに入るっていう感じ。あ、オッケーオッケー。バーンって蹴った時は、ちょっと蹴伸びで若干伸びんねんか。伸びてから、バタ足の時間がちょっと長いから、あれをちょっと短くして、もうスイムにつなげていくっていう感じ。え？吐き出しが遅いっていうか、蹴伸びキックの時間が長い。蹴伸びキックの時間が長いから、世界のスイムも速いのに、そこでロスしてるっていう感じだからね。うん。あるいは早めにもう浮き上がってくるっていう感じ。いける？あと1回だ。よーい、はい。はい、オッケーオッケー。はい、5秒82。あれぐらい、今ぐらい。今でもちょっと長いぐらいと思う。うん。多分、キックが弱いねんか。うん、だから、キック弱いから、キック、鍛えるか、キックを短くするからね。うん。あと1回だけしようか。これいけるね。ほんで、あとで向こうのプールで、ちょっと細かくするわ。だから、ボーン、バタ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 っていうような感じ。ボーン、バタ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 。ちょっと待ってな。しんどない？大丈夫？いける？はい、行こう。よーい、はい。はい、5秒90、ちょっとバテてきたな。はい、まあでも今みたいにちょっと短い方が、タイム的にはちょっと早いから、うん、0.1 秒ぐらいやけど、うん、ちょっと休憩な。はい。